ファッション感覚について。僕は鋭いですよ、分かってるんですけど、今結構ね、汚いのとか来てるけど、小学校でそういう風に自主性のない子供であれば、一応親に言われた服を普通に着るわけ、そうそう、どっから切れてきたんですね。そやから小学校の頃はちゃんとお父さんお母さん、お母さんこれ、はいこれ着なさいって、はい着ますって着ようだし、学校行きなさい、はい行きますって行きようだし、行きたいから行きようってなしに、行きたくないという感情すらないボケ作だったから、何でも言う通りでしょ、ただただそれ嫌だなと感じたのは、学校行った時に別に貧乏なわけでもないけど、金持ちなわけじゃねえわけだが、普通のクリーニング屋のせがれだが、それが何ていうか妙にパリッとした服を着とるわけだ。うち全部クリーニングするが、お客さんのものと一緒に洗った方がうち洗濯せんで済むんじゃから、もうそれこそ小汚ねワイシャツですらちゃんとクリーニングしたやつを僕は学校着てきようってわけだ。でそれえらい恥ずかしかった。で金持ちぶっとると思われとるじゃんあるねえかとか、そういうのがすげえ嫌で、風呂とかも自然入らんようになるし、今、その頃のからがずっと風呂嫌いが始まるんだけど、で綺麗な洋服着たら家出て 2,3 歩歩いて1回転んでみたりとか。そこまでしてるって思うけど、その感覚わかるよ。あるでしょ、わざとシャツをペロンと片方出してみたりとか、だからそうだよね、新しいさ靴とか買った時わざと汚してから行った、かっこ悪いと思って。そう、なんかそういうのがあったから、結構清潔っぽい感じの服は今でもなんか結構拒絶感、中学1年だから結構自我に目覚めたから、やっと僕は生きているとか思って、それでなんか好きなことをやって、なんか 女ともやりたいしとか、いろんなことを本当に本気で勉強ができた方がいいかなとかいうことすら考えるようになった、中学1年で。ロックンロールを聞いたのがきっかけで、ちょっと勉強した方がいいかなとか、ちょっと運動した方がいいかなとか、生きるいうことに関して結構真面目に考えるようになった、それでなんか真面目に考えた結果こういうファッションしてるわけだけど、奥が深いわけやね。それだから表面しか伝わらんと思う。そうそうそう、だからなんちゅうの、お家帰ってからのファッションはできるだけなんちゅうの、好きなもん着たかった。ファッションについてはうるさいですよ。うるさい。